サーバント・セイバー、召喚に従い参上した。マスター、指示を。姫、謁見があると先日お伝えしたはずです。何、代筆屋が来たの？セイバーのサーバントです。ですから私のことはセイバーと。エミヤ君から話を聞いた限りじゃ、あなたは不完全な状態みたいね、セイバー。ええ、あなたの言う通り、私は万全ではありません。しかしそれでもあなたは私のマスターです。ふーん、それは間違いじゃないわ。昨夜のような失態を繰り返さないためにも、私は凛の部屋で眠ります。それに文句はありませんね。え、じゃあとりあえず服を脱ぎなさい。なんでジロジロこっち見るのよ。リン、傷の治療を。エミア・キリツグ、今ようやく貴様を下道と理解した。答えろ、キリツグ。聖杯を求める真の理由は何だ。答えて、キリツグ。いくらなんでも今回はあなたにも説明の義務がある。そういえば、僕の殺し方を君に見せるのはこれが初めてだったね、アイリー。マスターを殺すだけでは別のマスターがそのサーバントと再契約する可能性があるんだ。だからマスターとサーバントを同時に始末する必要があった。ねえ、キリツグ、私ではなくセイバーに話して。彼女にはあなたの言葉が必要よ。いや、栄光だの名誉だの、そんなものを聞きとしてもてはやす殺人者には何を語り聞かせても無駄だ。サーバント・セイバー、召喚に従い参上した。マスター、指示を。